ユダの手紙聖書公開の第4回目になります。ユダの手紙の8節から13節までお読みいたします。しかし同じようにこの無双家たちも身を汚し権威を認めようとはせず栄光ある者たちをあざけるのです。大天使ミカエルはモーセの遺体のことで悪魔と言い争った時あえて罵って相手を裁こうとはせず主がお前を懲らしめてくださるようにと言いました。この無双家たちは知らないことを罵り分別のない動物のように本能的に知っている事柄によって自滅します。不幸な者たちです。彼らはカインの道をたどり金儲けのためにバラムの迷いに陥りコラの反逆によって滅んでしまうのです。こういう者たちは厚かましく食事に割り込み我が身を養いあなた方の神木の食事を汚すしみ風に追われて雨を降らさぬ雲実らず根こぎにされて枯れ果ててしまった晩秋の木我が身の鉢を泡に吹き出す海の荒波永遠に暗闇が待ち設ける迷いの星です。お祈りします。天の神様、今日もユダの手紙を初代教会の人たちもまたどの時代でも信仰の戦いがありました。今日の私たちにも信仰の戦いがあります。しかし戦う時に相手の敵が何であるかがわからなければどういうふうに戦っていいのかまた何の武器を用いていいのかもどうすればいいのかもわかりません。今日またユダの手紙を通して信仰の戦いについて教えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日の4回目のメッセージの題はここの11節の中にカインの道っていう道注意してください。次にはバラムの迷いそして次コラの反逆って書いています。ですから今日はですね、信仰の戦いとしまして括弧しまして道迷い反逆っていうですね道迷い反逆っていうことで3段が学べることにいたします。信仰の戦い、前回は不信仰あるいは傲慢について、不信仰というのは出エジプトしたけれどもカナンの地に入ることができなかった人たちのこと、10人の偵察隊と2人の人が別れたっていうことからですね、この神を通して見るか自分とか能力を通して物事を見るかっていうこと、そこの迷い、それと次は堕落天使のことを通したところの天使傲慢っていうことを学びました。3番目は不貧困、ソドムとゴムラの不貧困というものがですね、私の霊的なものを汚して神様から離してしまうということを学びました。今日のところの8節に入ります。しかし同じようにこの無双家たちってこう書いて、無双家、これは偽預言者であり偽教師に対して使っている言葉です。これらの人たちの特徴はまず俗に言うところの優秀な人たちだと思います。聖書の答えをよく知っている、能力はある、弁は立つっていうんでしょうかね、このカリスマ性があると言ってもいいかもしれません。そういった人たちですけれども、この無双家たちもっていうこの無双家、これは私たち気をつけなければならないと思います。偽教師預言者たち、無双家、無双化っていう言葉とても適切だと思います。新改訳では夢見る者っていうふうにして言っておりますし、あるいは口語訳聖書では夢に迷わされてと書いてます。まあどちらも同じなんですけれども無双化っていう一言で言った言葉はいいと思います。まず夢と啓示を分けなければなりません。夢と啓示、夢っていうのは自分の願いなんです。そして啓示っていうのは神様の御心の提示なんですね。ですから夢と啓示、これ同じようなことが言ったとしててもどこから出てきたのか、自分から出てきたのか、それとも神様から出てきたのか、ここのところを区別していくっていうこと、これなかなかですね難しいことなんですね。
だからこの夢は自分から、啓示は神から、そして突き詰めていくと夢と啓示は対立するんです。ものすごく対立するんです。なぜならば夢っていうのは自分の願いですね。啓示っていうのは神様の願いです。そして私たちはもともととても自己中心から始まったんです。ですから神様に敵対するところから始まってしまっているんですね。生まれた時からです。イエス様が来られた時こう言いました。罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えたってこう書いてます。悔い改めのバプテスマ、まあバプテスマヨハネがそうしたんですけれども、悔い改めのバプテスマっていうのはですね、今までの自分は間違っていたっていうことを認める、そこから次に進むっていうことだったんです。ですからこれをあげましょうっていうんじゃなくて、まずあなたこれ間違ってますよ、ここをちゃんとわからないと次に進むことはできませんよっていうですね、これはとても厳しいことだったんです。ですからいつでもこの福音っていうものはですね、実は厳しいんです。なぜならばある面で私たちを断罪していくからなんです。エレミアっていう預言者が使わされました。その時に神様はエレミアに対してですね、お前を万国の預言者とすると言いました。そして神様のいいことを語るかというとそうではありませんでした。お前の言葉はまず何がするかっていうと抜くっていうことなんだと。抜く、要するにそれぞれが安住しているところから抜き出すってことですね。次に壊すっていう、壊し破壊するってこう書いています。そのようにして抜く、壊す、破壊する、そして次に立て、それから植えるってこう書いてるんです。だから破壊したり抜いたり壊すっていうことが先で、それの後に新しいものを建てるし植え直すんだっていう、ここにものすごく対立が起こってるってこと。だから福音っていうものは世に敵対するんですね。あなたは間違っています、壊させてください、そして新しくあなたを建て直しましょうと言います。その壊されるのがとっても嫌なんです。福音と夢は違います。福音は神様が人間にしたいこと、夢は自分が神様にしてもらいたいことと言ってもいいですね。ここのところ似て非なる、同じ出来事なんですけれども、これが違ってくるんです。さてこの世の中にはこの無双化、これはやっぱりいっぱい出てると思います。そしてもちろん私自身も無双化になってはならないなといつも思うんですけれども、とかく指導的な立場に立つとですね、無双化になってしまいます。先ほどが言いましたけど、無双化っていうのは自分のことを人々に語っていきたいし、自分の願いを実現しようとするってことが根本でしたよね。無双化の根本はそこにありました。無双化は8節に、無双化たちも身を汚しってこう書いてます。身を汚す、そうです、無双化の言うことを聞いていると身を汚してしまいます、私たちも。では具体的にはどういったことかっていうと、例えば諸々のメッセージがあると思うんですけれども、このメッセージ中に言ってもさまざまなメッセージがありますね。例えばこの自己肯定するようなメッセージ、私も若い時ですね、 D.L. カーネギーっていう人か、のですね、自己を生かすとかですね、そういった本を盛んに読んだことがあります。私たちは素晴らしいものなんだ、だからそれを生かしていくんだっていうな言い方、これはものすごい無双家たちがですね、とってもよく使う方法ですね。そこからさらに発展してカウンセリング的にですね、あとはこういうふうに、だからこのあなたの生い立ちがこうだったからこうなってる、それは確かなんです。でもそこを追求しても実は問題解決しない。そうするとですね、ああそうか、自分はこんな親から育てられたからこうなってるし当たり前なんだって自己肯定が始まる。
あなたも罪人ですよっていうところまで来ないと、こういったメッセージにならないと、本当の解決はなくなってしまうんですよね。これも無双家たちが語っていくことであり、私たちがそういったことを気をつけていかないと、いつの間にかそこでも騙されていってしまいます。そして身を汚すということは正しい存在にならないということです。無双家たちの一つの特徴は、権威を認めようとせずってこう書いています。権威を認めようとせず、私たちの信仰のいつも拠り所、それはもちろん聖書にあります。そしてその聖書の中においても、やっぱり新約聖書は大事なんですね。一番は福音書です。そして聖書全体、福音書も含めて解釈したのが十二使徒なんです。十二使徒の解釈がないと、旧約聖書読んでも実は随分間違った解釈しかできなくなってしまいます。福音書とこのパウロをはじめですね、新約聖書の書簡書があるから、私たちは旧約聖書の最初からのことが分かってくるんです。例えば川の衣なんて言ったってですね、とても分からない。エデンの園から追放したって言ったって分からない。でも福音書と新約聖書の弟子たちが理解したこと、弟子たちに御霊が啓示したこと、それがあるからこそ最初から通して分かるようになったんです。だから極端に言うならば、私たちが帰っていくところはですね、初代教会なんです。そして人たちがどのように理解したかっていうことが大切なんです。理解したかっていうよりも、神様が人たちをあえて選んでですね、イエス様は直接人たちに教えられたんです。そのことが全ての基本になるんです。しかし無双家たちはそこに帰らないんです。そうではなくして、今でこうやってきて、そしてここまで来て、私たちが得た成果はこういったことだって言ってですね、そこに帰るんじゃなくて、そこから発展させていってしまう。これはとても危険な無双家たちがやってしまうところの手なんですね。そして私たちもその方がですね、何か受け入れやすいって思う。初代教会はいつも言います、十字架と復活だ。私が最も大切なことを伝えないのは、イエス・キリストが十字架について死んだこと、三日目に復活したことだと言いますね。そこから離れてはならない。無双家たちは特に十字架の部分、これをですね、あやふやあやふやにしていってしまいます。そして先ほど言ったように、この十字架を置いていくことを本当に安全にしてしまう。無双家たちが一番狙ってくるところはですね、キリストの十字架よりもこっちを、自分の十字架の方をあやふやにすることからですね、こっちの方をいい加減にしてしまうということを必ず始めてきます。それではユダはですね、三人の者たちを今日私たちに提示しました。11節です。この実節9節のところを少しだけ説明します。大天使ミカエルはモーセの遺体のことで悪魔と言い争った時、あえて罵って相手を裁こうとはせず、主がお前を懲らしめてくださるようにと言いました。これは今話したとこ、権威っていうものをですね、言うためにこれを引用したんだと思います。もちろん旧約聖書にも新約聖書にも大天使と悪魔が言い争ったことなどは書いておりません。これは外転か偽転、そちらのから来てるんですね。ここで何を言ってるか私もわからないんです。ある解説はこういうふうに書いていました。悪魔とミカエル、大天使ミカエルがですね、こういった論争をしたっていうんです。モーセが、まあ、遺体がないんですけれども、まあ、死んだとは書いてないんですけどですね、モーセをあるこの悪魔が取るか天使が取るかみたいな形になった時ですね、悪魔は天使にこう言ったって言うんですね。もうモーセはエジプトでいろんな人たちを殺してしまったんだと。自分から殺したこともありましたね、一人最初にね。それからこのそういったことあるから、彼は罪人になってしまう。だからモーセの遺体は私が引き取るって言ったって言うんです。
これは仮説ですよ。聖書にどこも書いてないんですよ。それに対してミカエルはですね、あえてそこを主張しなかったというんです。そしてミカエルが言ったことは、これは神様に委ねるって言っただけなんですね。実はこれ大事なことなんですね。私たちはあえてわからないこと、あるいはこのなんていうかね、あやふやなっていること、それに対しては否は否、いえこの叱りは叱り、だから自分がわからないことはわからない、ここはこれによってわかるとですね、いつでもこういうふうにしていくこと、そして自分でそれを決めるんじゃなくて、いつでも神様に委ねるっていうことで、神様がこれをどう思うかっていうことを、いつでもそこに焦点を絞ることっていうこと、これを言ってるんだろうっていう、まあそれでいいと思いますね。本当にこの争いがどうやってあったか、そこには関係しなくてもいいと思う。要するに天使ミカエルは神という権威に従ったということです。私たちも自分で決めるんじゃない、権威は神にある、だから善悪、それは神にいつでも決めてもらうっていう、その態度、これが無双化から逃れる道だっていうことを言うことができますね。無双化は自分の願いですから、しかし私は神の願いを受け入れていくっていう、ここにいつでも立つべきです。では3つ、今日の信仰の戦い、道、迷い、反逆ですけれども、まずカインの道ってこう書いています。カインの道、これは開かなくても皆さん何度も知ってますから、この思い出しながら聞いてください。神様はアダムとエバをエデンの園に作りました。でも彼らは善悪を知る木を食べてしまいました。それは戒めをとって自分が神になってしまうってことでしたね。それに対して神様はエデンの園の中央、中央っていうのは霊の世界です。そこからカイン、このアダムとエバを追放しました。それは守るためでした。追放したのは。そこは義と聖なるところですから、罪を持ったままそこにいるとその人は殺さなきゃいけなかったからです。しかし追放した時に神様は皮の衣を着せました。皮の衣は動物犠牲でした。やがて来るところのイエス・キリストの贖いだったんですね。そして神様はアダムとエバにこう言ったはずです。いいかい、お前たちは今ここにいることができない。しかし私はお前たちに皮の衣を用意するから。それを着たならばここに来ることができるよ。皮の衣を着てここに来なさいと言ったんです。罪贖われたらここに来ることができるよって言ったんですね。そしてそれはイエス・キリストだったんです。アダムとエバは自分の子供たちにそれを教えたはずです。カインとアベル、神様のところに行くときにはこれは罪を許されないと行くことはできない、だからお前たちは神様に行くときにはね、動物犠牲、皮の衣を着ていくんだよと教えたはずです。しかしカインは地の産物を持っていきました。アベルはこれは羊を持っていきました。神様はカインとアベ、カインの捧げ物は顧みなかったということは、彼を受け入れられなかったということです。アベルは受け入れられたんです。なぜなら皮の衣も着てたから。そしてこの皮の衣も、この羊を持ってたっていう表現がなるんですけれども、実のところは、アベルは神様が用意した神の子羊を受け取ったっていうことなんですよね。私たちが自分で羊の衣なんか作れないんです。神が用意した皮の衣、イエス・キリストの贖いを受け取った、子羊を受け取ったんです。そして神様に受け入れられなかったカインはどうしたかっていうとですね、憤っちゃったんですね。そして神様のところに行って文句言ったと思うんです。なぜ私のを受け取らないのかって言った。その時に神様は彼にこう言ったはずなんですけれども、大事なことはその時にカインはですね、顔を伏せたってこう書いてるんです。これが問題なんです。神様の前に罪を犯すことが問題なんですけれども、それよりもっと大きな罪があるんです。それは神様の前に顔を上げなかったってことです。私たちは罪から始まったんです。ですから罪は犯すものなんです。しかし神様の前に行ってですね、神様はこうだよって言われた時に顔を伏せてしまったっていうこと、
果を上げればいいんですね。上げたらどうなるかっていうと、神様はこう言ったはずです。いいかい、お父さんとお母さんから聞いてきたでしょう。私のところに来る時には革の衣を着てきなさい。革の衣は私が用意したんだよ。どうしてそれを受け取って来なかったんだ。もう一度帰ってやり直しておいで。いつでも受け取るから、受け入れるから。これきっと神様の答えだったはずですよね。その通り、聖書全体はそのように言っております。でもカインはそこから離れてしまったんです。そしてカインはですね、ここでまず自分の道を選んだわけでしょ。このカインの道っていうのは自分の道なんです。次に今度は自分の道を作ってしまいました。その道は自分を救う道を作ってしまったんです。どういうふうに作ったかというと、自分より正しいアベルを殺すってこと、殺すことによって自分が生きる正しいする道を作ったんです。自分より正しい人を葬ることによって自分の正しさを証明しようと、自分の道を作ってしまった、救いの道を作ってしまったんです。それからしばらくしてから、聖書私なり解釈するならば何年もしてから、カインはですね、人生うまくいかなかったんです。そうして神様のところに再び来て、私は自分の罪が重くて追い切れませんって言った時ですね、神様はお前をね、絶対私守るよって言って、カインに一つの印をつけられました。それこそ十字架だと思うんですね。そしてカインは許されたんです。受け入れられたんです。弟殺しの罪も許されたんですよね。しかしカインは主の前を去ってってこう書いてます。ここでまた自分の道を歩み出してしまったんです。自分の方法、革の衣じゃなくてこの産物を遮って自分の方法、そして自分の正しい道を作ってしまった。そしてまたそこでせっかく許されたにもかかわらず、自分の歩む道を自分で作ってしまった。これがカインの道です。カインの道、これを自己主張の道と言ってもいいですね。これが信仰における戦いのとても重要な第一番目一つです。二番目、バラムの迷いってあります。バラムの迷い、これはですねちょっと複雑なんですね。この民数記22章です。旧約聖書の251ページになります。民数記の22章です。旧約聖書の251ページ、ここにバラクっていうモアブの王様がおりました。その時代にイスラエルたちは出エジプトしてずっと彼らの領地の方に迫ってきたんですね。その時にバラクっていうモアブの王様は、モアブっていうのは視界このですね、みんな下の方、視界の下の方と思えばいいんですけれども、モアブの王様は恐れて、その時にバラムっていうですね、預言者なのか祈祷師なのか霊能者なのかわからない、すごく力のあるこういった人がおりました。バラムっていう王様はバラクのところにですね、使いをやって、イスラエルの人たちがこう攻めてくる、だからあなたには霊的な力があるから彼らを呪ってくれって言ったんですね。こちらは来ないようにしてくれと言いました。使いの者が行った時にバラムに行ったらですね、神様はバラムに語ったんです。22章の12節に、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。この民を呪ってはない。彼らは祝福されているからだ。と言ったんです。神様の声を聞いたので、バラムはですね、使いの者たちに、いや、私はそんなことできません。と言って、18節から、次のページ。バラムはバラクの家臣に答えた。たとえバラクが家に満ちる金銀を送ってくれても、私の神、主の言葉に逆らうことはできません。と言って、この断るんです。そして今夜ここに留まって、主が私この上なくな、この上なんとお告げになるか確かめさせてくださいって言ったんですね。でも神様から聞いたはずでしたよね。ダメだって。にもかかわらずバラクはここでですね、じゃあもう一晩留まってごらん。もうちょっと聞いてみるからって言ったんですよ。これものすごい罠なんです。罠。そして次の言葉、
20節に、その夜神はバラムのもとに来てこう言われた。これらの者があなたを呼びに来たのなら立って彼らと共に行くがよい。しかし私があなたに告げることだけを行わねばならないって言ってですね、ここ見抜くこと難しいんです。この後の結果を見て見抜くしかないんですね。バラクはですね、こう言ったんですね。この今晩祈ってみたらですね、神様一緒に行きなさいと言った。でも私が告げることだけを語りなさいと言ったって言うんです。これ実は後で分かる、半分本当で半分嘘なんです。今晩行きなさいって言ったの本当は嘘なんですね。それ後半の方の私が告げることだけ語れっていうのは本当なんです。その証拠に今度は22節からバラムが出かけていきます。そうしたらですね、抜き身の持った天使が立ってですね、このロバの行く道を塞ぐんですね。皆さんどうでしょうか。神様が本当に行きなさいと言ったら天使はそこを塞ぎますか。塞がないですね。塞いでるんですよ。そしてロバがですね、彼を乗せたまま行けないから石垣の方にこう行ったりこうすると、バラ預言者のあれがです、ね、足がこっちに塞いで、もう痛いんですから、彼を怒って怒ってロバを怒るんですね。その時ロバが口を聞いたんです。なぜ私をって言ってですね、口の聞けないロバが答え出したんですよ。そうしたらそこに抜き身を持ったね、天使が立ってて、そっちに行くことはできないってことだったんですね。それでここから分かります。神様は行けとは言ってなかったということです。そしてその後バラムは神様が言われたことを3度とも同じように言います。また来て、でも神様が告げたことを言った。また使いの者が来て、また神様が言ったことを告げた。これを見ていくとですね、バラク何の悪いことしてないなっていうふうにして思っちゃうんですよ。ところが結果を見ましょう。31章民数記の31章です。31章の7節から、彼らは主がモーセに命じられた通りミディアン人と戦い、男子を皆殺しにした。これはモアブの人たちの戦いなんですね。やがてこの戦いが起こって、そこで彼らを殺したんです。その死者の他にミディアン人の王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバという5人のミディアンの王を殺し、またベオルの子バラムをも剣にかけて殺したと書いてある。ここで先ほどのバラムですね、これがも殺した。なぜバラムを殺したか、次のページ16節に、下の段ですね、16節に、ペオルの事件は、この女たちがバラムにそそのかされ、イスラエルの人々を主に背かせて引き起こしたもので、そのために主の共同体に災いが下ったのである。要するにこのバラムがですね、人々をそそのかして、そして罪を犯させたというんです。じゃあどんな罪を犯させたのか、25章です。25章に戻ります。25章の1節、イスラエルがシテムに滞在していた時、民はモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲を捧げる時に民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオロのバールを慕ったので、主はイスラエルに対して憤られた。要するにこういったことです。実はこのバラムの方ですけれども、バラムはこのイスラエルのに祝福を与えたでしょ。そして今度はこのモアブの人たちに対してからも信用を得たってことが分かるんです。そしてイスラエルたちはバラムがですね、自分たちにいいことを語ったでしょ。なので信用してしまったんですよね。そして
やがてイスラエルとモアブが混ざり始めちゃったんです、このことを通して。それはバラクバラクですねそうですね、バラムですね、バラムの影響だったんです。そしてバラムは先ほど迷った、一晩泊まってもう一度聞くって言ったでしょ。その時やっぱりバラムはですね、お金に目がくらんだんです、目がくらんでるんです。だから待てと言ってね、彼は両方を天秤にかけたんです。両方に都合のいいように行き出したんです。そしてこれ彼に騙されてしまって、人々は両方を行ったり来たりするようになって混じってしまったっていうことなんです。このことがわかります。だから彼には下心があったんですね。ここでバラムの迷いってあります。これ一言言うならば、お金とそれから神、お金と神の間に迷ってるんです、バラムは。そのために彼はモアブからも、私が今度はですね、イスラエルの人たちをこういうふうに祝福したから、イスラエルたちは私を信用するから、私の言うことを聞いてこういうふうにしなさいっていうような方、お互いをこうやってしまったんですね。そこからイスラエルたちはモアブの女たちを妻にめとって交わっていく。そこからですね、偶像礼拝が始まってしまって、この民が大変な危険にさらされたっていうことなんです。そうです、お金と神っていう、こういったものが、これはバラムの迷いっていうふうにして、理解してもいいと思います。テモテの第一の6章の実説に、これは口語訳聖書ですけれども、テモテの第一の六章の実説に、金銭を愛することは全ての悪の根であると書いています。やはり生活をしていくうちに、お金と神、これはものすごい魅力、迷いを起こさせるものなんですね。どうかこの時にですね、神にあってお金を納めてほしいと思うんですね。3番目に進みましょう。今度はコラの子の反逆って書いてます。コラの子の反逆、これは開かなくても結構ですけれども、民数記の16章です。あ、今民数記開いてますね。開いてる人たちは16章をお開きください。240ページです。旧約聖書の240ページ。出エジプトしました。そしてアラノの方にこう入ってきました。指導者はモーセでした。神様はモーセを立てたんですね。そして一旦エジプトから出て入ってきて、ある面ではみんながですね、ホッとしたんだと思うんです。そのような時に一つの事件が起こりました。16章の一節に、さてレビの子ケハトの孫でセハルの子であるコラはルベンの孫でエリアブの子であるダタンと誰誰誰誰と組して何のかの250名の指導者たち、これを集めてですね、そしてモーセに一つのことを言うんです。それは何を言ったかというと、3節に、彼らはトロトトを組み、モーセとアロンに逆らっていった。あなたたちは分を超えている。共同体全体、彼ら全員が聖なるものであって、主がその中におられるのに、なぜあなたたちは主の会衆の上に立とうとするのか。これ一つは真理があるんですね。私たちはみんながあなた、みんな聖なるものなんだ、それは合ってますよね。しかしどうしてモーセよ、あなただけが威張るのか、悪い言葉で言うならばですね、威張るのかっていうような感じなんです。あなただけが指導者なのかっていう形を言ったんですね。これコラのこの反逆だったんです。それに対してモーセはもう顔を伏せてしまいました。あまりにもこの恥ずかしいっていうんでしょうかね、なんてかハレンチっていうんでしょうか、分かってないっていうか。それでモーセはコラの仲間にこう言ったんです。次の言葉です。主は明日の朝、主に属するもの、聖とされるものを示して、その人をご自分のもとに近づけ、すなわち主のお選びなるものを主ご自身のもとに近づけられると言って、
7節に、そしてこの用意して、その時主のお選びなるものが聖なるものなのだ、レビの子らよ、分を超えているのはあなたたちだって言いました。ここでこの反逆っていうのはですね、要するにモーセに対する反逆だったんですね。これは何を意味するかというと、神様が立てた権威に対する反逆だったんです。ということは、自分が立てられてないにもかかわらず自分がそこに立とうとするっていうこと、これは賜物とかなんかでもそうだと思うんですね。自分に与えられていないのに、あたかもそれを持ってるかのように、自分自身が示されてないのに、あたかもそれは自分がそれのふさわしい人のように立ってしまうってことです。これが反逆でした。そしてではどうするかっていうとですね、私に近づく、私がこの神に称えられている者たちはこっちに来なさい、そうでないとはそっちになさいって言った時に、何が起こったかというと、地面が割れて人々は飲み込まれて死んでいくわけですね。このようにしてはっきりとですね、この区別されていくっていうことがここで起こっていきました。これ反逆、分を超えているのはあなたたちだと言っています。そうすると私たち指導者でなくても一人一人がですね、やはりこの神様から与えられた分っていうものがあるはずなんです。それを超えてはならない。本当にこの神様から示されたところに従ってですね、そこで精いっぱいやっていくことであって、誰かの真似してもダメですね。あるいはまた神様によって立てられた者たち、それは何よりも私たちはですね、この初代、最初に話しましたけれども、初代教会の権威っていうようなもの、パウロやこのペテロとかですねに示されたこの権威っていうもの、神が委ねたっていう任命した者たち、新約聖書の権威、これらを侮ってはならないし、これらを否定してはならない。そこに自分が立とうとしてしまってはならない。このこれはコラのこの反逆になってしまいます。とかく信仰においてもですね、自分の権威を振り回してしまうってことただありますから、ここのところを注意していかなきゃなりません。そうすると信仰の戦い、今日はですね、道、カインの道、次にはこの迷いでしたね、迷い、そしてコラのこの反逆、このことをこの学ぶことができました。はい、心から感謝いたします。それではお祈りいたします。天の神様、今日もユダの手紙を通して信仰の戦いについて教えてくださいましたことを感謝いたします。カインの道、またバラムの迷い、コラの反逆、私たちの信仰生活の中にいつでもこれらの3つのものは起こってまいりますから、どうか私たちがこれらの3人の旧約聖書に書かれている一人一人の、またその生き方、そして聖書が私たち示すことをいつもいつも心に刻んで、私たちが迷うことなく正しい道を歩み続けることができますように導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。